はい、こんにちは。ラングラージーンズが何よりも大好きなラングラースピリッツのブルーベリーと申します。よろしくお願いいたします。今日はラングラーの幻のジャケットと言われるブラックサテンの 66MJZ 1959年の復刻を紹介いたします。オリジナルのジャケットは市場ではほぼ目にすることがないことから幻とまで言われるようになり、パンツの 66MWZ と並び 66MJZ はラングラー製品の中でも最もレアな存在と言われております。私が初めてこの製品の存在を知ったのは、もちろんオリジナルの実物ではなく1990年代中頃に発売されたファッション雑誌ブーンの小さい記事からでした。そこでもすでに幻の名品と記載されておりましたが、当時は雑誌でもあまりお目にかかることはありませんでした。復刻に関してお話しすると、ラングラージャパンから1993年頃 12MJZ が復刻されたタイミングでひっそりとリリースされたりしておりましたが、こちらは市販のカタログには掲載されておらず、ショップのカタログのみに掲載されておりました。知名度はほぼゼロに近いと思います。エドウィン期になってからは 12MJZ 背中の丸みのあるフォントのタイプが発売された後、間もなくして、ブラックのサテンもリリースされておりました。プレーンタイプも少数作っていたみたいなので、そういった意味ではエドウィン期に代わって今回で2回目の復刻となります。ゴールドゲートとのコラボレーションでチャンピオンジャケットの 111MJ をリリースしたエドウィンは、強力なパートナー金丸力也さんとで再びタッグを組み、この 66MJZ W9666 をリリースします。同時期に 11MJZ、12MJZ、33MJZ などのラインナップも復刻し、エドウィン時代のアーカイブシリーズ黄金期ともいえる時代を迎えます。この時期にジャケット、パンツ、シャツと畳み込むようにリリースされ、ラングラーファンは歓喜にあふれました。この 66MJZ と同時期に背中に刺繍が入り、ブルーベルワッペンのついた黒サテンのチャンピオンジャケットタイプも発売されており、色違いの 33MJZ とで同時にリリースされております。そちらもいずれ紹介しようと思います。なお、ゴールドゲートとのコラボレーションはあくまでこのプレーンタイプとなっております。それでは詳細を見ていきましょう。製造はエドウィンで、企画はエドウィンとゴールドゲートによるコラボレーションとなっております。モデル名称は 66MJZ、 1959年の復刻モデルで幻の黒サテンジャケットと言われております。製品番号は W9666、 リリース時期は2008年5月頃で、生産国は日本製、価格は 24,800 円となっております。嬉しいことに付属品としてブルーベルワッペンが付いております。ディティール紹介です。2着所有しておりまして、両方ともプレーンタイプですが、左側がサイズ40で、一度水洗いしたかしてないか程度で全然着込んでおりません。対して右側はネットショップで購入したのですが、サイズ38でかなり着込まれて若干縮みも出ており、ワッペンによるカスタマイズがされております。全体的な作りは一見すると 11MJZ とほぼ同じなのですが、大きな違いはご覧の通りベースとなっている生地です。 11MJZ はデニム地で作られていますが、この 66MJZ はブラックのサテン地で作られております。ブラックのサテンはバッドダイという特殊な染め方の染色法が使われております。当時はインディゴよりも安価で色落ちしにくいと言われていたようですが、このブラックサテンの場合はノンウォッシュだとテカテカしているんですが、洗濯していくとくすんだような感じに色落ちして経年変化していきます。少し白みがかった感じにも見えるので、そこは好みの差があるかもしれません。ポケットのステッチはオリジナル同様にグレーの糸が使われております。オリジナルではグレーのほかブラックで目立たないタイプも存在します。品質表示のタグはポケットの中に付けられております。
マーの縁はオリジナル同様にチェーンステッチ仕立てとなっておりました。生地の裏側を見ると色落ちの差が出ているのがわかります。ハンドウォーマーの裏側にはアボイドクロラインブリーチ、塩素系漂白剤は避けてくださいというタグが付けられております。こちらもオリジナル同様の仕様となっております。ジッパーはアサヒファスナーのオルティスジッパーを使用しています。当初サンプル品ではタロンジッパーが付けられていたのですが、大人の事情でオルティスに変更されております。ジッパーテープの選択による経年変化もしており、色落ちがたまりません。トップボタンはシルバーベースの赤字ロゴのものが使われております。オリネームタグは最も古いタイプで、サイズ表記入り縦ベル仕様のタグとなっております。袖口の内側はチェーンステッチ仕立てで縫われておりましたが、食い込みの処理はされておりませんでした。バックのシルエットはこんな感じです。 11MJZ と違い、腰の部分にゴムがついていないので非常にフラットなシルエットとなっております。オリジナルと同様の仕様となっています。アクションプリーツは浅めの作りとなっております。付属のブルーベルワッペンですが、ケースに入っており丁寧な梱包となっております。刺繍が細かく、ワッペンの縁が今までより太めな感じがします。見ていくと甘い作りの箇所はいくつかあるのですが、個人的には色落ち具合が気に入っており、非常に大好きなジャケットです。残念なところとして、この同時期にリリースされました 12MJZ、33MJZ にも言えることなのですが、サイズがワンサイズ小さめに作られており非常にタイトな作りになっているので、着る人を選ぶジャケットとなっています。このためなのか、この復刻モデルの現在の市場価格はそんなに高い設定ではなく、1万円程度で購入できますので、サイズさえ合えばおすすめです。洗っていくとパッド台の生地がとても良い雰囲気になるので、66MJZ が好きな人はチェックしてみてはいかがでしょうか。今回の 66MJZ の復刻は1959年モデルなのですが、当時のオリジナルの広告を見てみると、ラングラーズとブランドの語尾に S が入っていることが分かりました。この S がつくものは初期の古いモデルで使われていることが多く、この広告になぜ S がついているのかは謎なところです。右に掲載しているのは以前ゴールドゲートさんに取材に行った時に運よく目にすることができ、写真を撮らせていただいたものです。オリジナルを見てまず思ったのが、フラップと袖の生地があえて違う生地を使っているため色の差が出ていることです。ハンドウォーマーの縁も違う生地を使っているモデルも存在します。これはわざとそうしているのか謎であり、ヴィンテージの面白いところでもあります。
リジナルの 66MJZ については公式のラングラーサイトでもネクサス7のデザイナーである今野智弘さんが自ら愛用する 66MJZ について語ってくれております。現役デザイナー目線の 66MJZ に対するコメントはなかなか目にすることがないので見どころがあります。概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ合わせてご覧になってください。はい、今回もなかなかディープな濃いラングラーの側面を紹介させていただきました。次回は 66MJZ のセットアップとしてパンツの 66MWZ を紹介したいと思っておりますので、楽しみにしていただけたら幸いです。次の動画でまたお会いいたしましょう。それではこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。